来たことない町だからいいじゃん。クランクに曲がるみたい、うん、17マイルだ。完璧じゃないですか。アメリカの写真がにぶち当たったんだよね。学校の時に見せられたヨーロッパの写真家よりアメリカの写真家の方が写真っぽかった。それでもちろん学生の時にアルバイトでコマーシャルのプロダクションでアルバイトしてたりアシスタントしてたり、学校終わった時点でさあさてどうしたらいいのか、このままで見てみんな就職してるけど こんな状態で世の中出て写真で私写真家です仕事をできますみたいなこと言えないと。でふって考えたら、あもうちょっと勉強しようと思ってふって考えたら、ある時に出会った映画で出会ったエドワード・ウェストというじいさんがいて、その映画を見た時かっこいいと思って、写真がいいと好きとかそういうんじゃなくて、じいさんのやってること、こう学生をさ助手席に乗せてさ写真撮りに行ったり砂漠で撮ったり、映画にドキュメンタリーの映画でさ撮られるくらい大事な人なわけじゃん。あこれも写真家なんだ、あこういうこんなやり方も写真家であるんだ、じゃあいやこういうじいさんになりたいと思って、こういう写真家になりたいと思ってで調べたらアメリカ人だから、でそれもウエストコーストなんで、ウエストコーストに行ってみた。すぐ撮るからもうちょっと前出てくれたら、そしたらもうちょっと、80年、80ウエストを撮るの、84じゃなくて。
行くよ。俺がサンフランシスコでどうしてももうあの車も置いていったんを構造がニューヨークまで運んでくれた、うん、1ヶ月ぐらい旅をしたドライバーその時にもう写真のじゃあ撮影しながらもうだから、その時の写真ってもう66です。66と、35ミリが混ざってる、うんうん、あれ何1ヶ月ぐらいで来たんだっけ。1ヶ月ぐらいかけて行った、うん、あの時どこ飛んできたっけ。40行った。40行って、うん、で結構シカゴだからオクラホマとかシカゴ寄ってシカゴで、うん、まあであの時もうジュンさん知ってたから、うん、ジュンさんがクランブルクっていうデトロイトの上の学校にいたから、うん、でデトロイトも寄ってでデトロイトからニューヨークまで。OK、ガレッ。16、20取り出したら、やっぱり16、8×10、つまんないっていう言い方はちょっと語弊があるけど。あ、いいよった。もう完璧に面白くないんだよね。チャレンジする、あるの。16、20だとまだ。カメラに勉強させられるっていうの、いつもそうじゃん。なんかやりな、ものを作るときとかなんか考えるときとか、やってやるってある程度やり尽くして、じゃあ次に進むって今ちょうど8年前、10年前近くに16日に映ったときに、もう一回写真の難しさ、面白さ、楽しさをもらったんで、もう今16、20このあのでかいカメラをやっぱり動かすことしか考えてない、うん。聞いてて僕が面白かったのは、構造さんが必ずカメラのこと聞かれるじゃないですか。これ何年前という話になるじゃないですか。で表側はまあ 11x14 のディアドルフ、後ろは日本の職人が作ったっていうのを必ずもう絶対それを説明するっていうのが面白くて、うん、やっぱりそれがね、ちょっと誇りなんだよね、うん、であれだけ綺麗なものをして あんなにさ、他のカメラあるの、1620とか11x14 はまあそれ、あんな綺麗なカメラありえない。あんでしん、もうディアドル 8x10 のディアドルフと同じシステムだからね。あれをさ作り上げたすごいことですよね。
Pride, but is it Anderson and T.N. Wilson?大体場所入れてくれたら俺指示する。うん。あのね、そことそこの間。うん、その辺その辺。それで頭こっち。あ、そう斜めにこっちね。そうそうそう。でナンバー見えるよね。あ、引いてきてくれるよ。Opposite. Right. Right. More right? Yeah. Yes. Right there? Okay. And then... Hi, yes. Gonna turn it to the right like this? Yeah. Okay. Hey.Like that? Yeah. And forward or right there? ここでいい？もうちょっと前。11 by 14 of the Diado. It's made in Chicago. Okay. It's all of the 70 years old. And, but I ordered the Japanese technician to backside. This is It's just incredible. It's so awesome to see that in person. Yeah, I've seen smaller ones.今はもう楽しいしゃあないよ。そして見てりゃ分かるでしょ。ジャパンスタイル。もう本当ガキンチョみたいなもんな。自分でさ見てて自分でも何人やってんのこのじいさんって思う。でもしょうがないじゃん。それしかできないし、まあ、いつも言ってるけどこれでやっぱり世の中と関わってるし、これがなんか自分やってきちゃったし、やっていかなきゃいけないことだっていう部分よね、うん、やっぱり自分の中で今まで見てきたその表現の仕方じゃない表現を試みてるのは、それが結果的に、ね、同じであったり、もっとなんかクラシカルな表現の仕方かもわかんない、人から見てみたら。でも自分の中ではなんか2019年の自分が生きてる子で、次に伝わる新しい次に来るものに対することをやっぱり自分の中では感じて取ろうとしてるよね。だからそれをしてるから自分の中でまだやりたい、まだ取りたい、どっか行きたいっていうのがあるんだと。